英語が分かれば世界が分かる。Hello! Hi! 世界のニュースをお届けする Oh My World ニュースのトモです。セインです。はい、今回のニュースはですね、先日モスクワの地下鉄で数十年ぶりに女性の運転手が誕生しました。女性の地下鉄運転手はですね、1930年代からいたものの、1980年代にはですね、新規採用が禁止されていたそうです。まあ、重労働から女性を守るためというのが理由でしたが、まあ、現在ではですね、作業の多くが機械化されています。研修を終えた12人の女性が職に就いたとのことです。まあ、1980年代から禁止されていたそうですので、モスクワでは何十年もの間女性が地下鉄を、まあ、運転できてなかったということですね。そうですね、はい。まあ、A decades long ban というとですね、これは数十年にわたる禁止があったのですよね。なるほど。はい。まあ、10年というのはですね、まあ、decade と言いますし、はいはいはい、あの複数形でね、decades とするとですね、何十年とかね、まあ、decades long 何々だと、何十年もの長さのという意味になりますよね。はあ、そういうことなんですね。はい、まあ、ban はね、またあの禁止ですね。あ、そういう意味なんですね。はい。まあ、結構学校で習う単語ばかりなんで、禁止されてる理由が重労働だからとのことなんですけども、はいはい、労働って英語で何て言いますか？まあ、労働はですね、まあ、labor って言うんですよね。はい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 。はい、なので重労働だと、まあ、heavy physical labor。はあ、またまあフィジカルレイバーだけでもね、これ肉体労働なんですけども、はいはい、あのレイバーっていうのはね、これはどうでしょうね。 She is in labor っていうと、はいはい、あ、これ直訳すると彼女は労働状態にある。そうですね。でも実を言うとね、これはね、なんていうんですかね、あの文通が始まったっていう感じですね。文通が始まった。そうですね、あの赤ちゃんがもうちょっとで生まれるっていう感じなんです、ね、あの陣痛が始まる。陣痛が始まり、ごめんなさい、間違えました。手紙を送り合うのかと。ごめんなさい、間違えました。陣痛ですね。陣痛ですね、失礼しました。面白いですね。、はい。まあ、フィジコっていうとですね、うん、あのちょっと話戻しますけれども、はいはい、物質のとか物理学のっていうなんかイメージをよくしてしまいがちですけども、うん、そうですね、フィジコーライバルで肉体労働という意味になるんですね。そうですね、はい、あのよくあのフィジカルエデュケーションとかね、はい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 、学校の、まあ、運動ですよね。なるほど。というのがフィジカルエデュケーションというんですね。あの身体とかね、自然のという、まあ、意味もありますよね。あのフィジカルっていうのはね。なるほど。はい、あのとも知ってるかな、あの、はいはい、昔あのオリビア・ニュートン・ジョンの歌でね、フィジカルっていうあの歌もありましたよね。あ、なんか昔よく歌ってましたね。あったかもしれない。あんまり私たち上手じゃないので、ちょっと耳を塞いでたかもしれないですけど。はい、まあ、英語は歌で覚えるとなかなか発音も覚えられていいですよね。うん、いいですよね、うん、はい、いいと思いますね。まあ、フィジカルの歌をね、歌いながらね、私たちもコロナ太りをね、解消しましょうね。なるほど、わかりました。頑張っていきましょう。はい、はい、それでは英語が分かれば世界が分かる。Let's smile English!